最近日本のテレビを見ながら、私ケーブルテレビないので日本のテレビを見ながらあまり面白い番組がないなっていう感じてるんですけど、13年ぶりに日本に戻ってきて、一般テレビ昔はもっと面白かったんだけどなと思ったんですが、昔90年代に私が覚えているテレビ番組の中で本当にこれはいい番組だなと思ったのが、小学生の時でもそう思ったかもしれません、知ってるつもりという番組が昔あったんですね。知ってるつもり、これ2002年度に終わったので、その前に日本にいなかった人はわからない番組だと思います。この番組は偉い人たちの伝記を紹介する、まあ織田信長、豊臣秀吉とか、ガンジーとか、キング牧師とか、そういう有名な人たちの話をする、まあ、バイオグラフィーって言えますか、そういう彼らをテーマに番組を流していたんですね。で、最終回として、知ってるつもりでは最終回、イエス・キリストをテーマに番組をしたんです。特集で75分流したんですかね。で、これがちょうど YouTube に上がってるんですね、最終回、イエス・キリストが。で、私イエス・キリストを結構検索するもんですから、これ知ってるつもりが出てきたんです。で、これを今週水曜日ですかね、ちょっとだけ見ようと思ったら75分全部見てしまいました。その知ってるつもり、なぜ見たかというと、あ、この番組ではイエス・キリストをどう紹介したんだろう。結構視聴率が当時 20% から 25% の時もある、4分の1は見てますから、どんなことを言ったのだろうって私全部見たわけですね。で、大体こういうのを紹介していました。イエスが残した業績、どこに焦点を置いたかというと、人々の病を癒された。ユダヤ社会では病気になった人、病人たちは除外されていた。神殿に入って礼拝を捧げることもできなかった。この汚れた人々に対してイエスは直接手を触れて癒された。その癒しはただの病気の癒しだけではなく、心の癒しでもあったというふうに知ってるつもりで紹介したんですね。で、何て言ったかというと、その後にこのイエスの愛と業績はこの20世紀にマザー・テレサという人に受け継がれているっていうふうに紹介したんです。そのマザー・テレサがこんなことを言ったんだそうです。人の病気を全部癒すことはできない、ただその人を愛しケアすることによって心を癒すことはできるでしょうというふうに言ったんだそうです。素晴らしいことですね。で、結論的に知ってるつもりで何を結論的に出したかというと、イエスという人は裏切った弟子によってローマ兵たちに捕まり十字架に処刑されるんだけれども、最後まで弟子たちを愛された、自分を十字架につけた人々の許しを祈られた素晴らしい方であったというふうに結論付けていました。で、私これを見ながら、まあ合ってることではあるんだけれども、どこかが欠けてると思ってたんですね。これ知ってるつもりを見ながら、どこか本当に大事なところが欠けている。それは何かというと、イエスが奇跡を行ったとか神の子であった、そういうところは全く触れてなかったんです、知ってるつもりで。で、この番組ではただ尊敬される教師であって、その素晴らしい、その影響力は未だに多くの人々を感動させて、そのイエス・キリストの精神は今のクリスチャンたちに受け継がれているっていうことを言っていたんです。で、私これを聞きながら、ちょっとイエス・キリストについては誤解をしている部分もかなりあるなと思いました。で、面白いのは、その番組でもイエス・キリストがこういう生き方をしたんですよというのを聖書を用いて話しているんですね。イエスはここで生まれました、このナザレの町で育ちました、聖書を用いて話していますけれども、聖書を全体的に紹介することはないなと私は感じました。で、皆さん考えてください。もしイエスがただの道徳的良き教師であった、で、その教師の誕生日を1ヶ月前からイルミネーションを出して、これだけ祝っている、ちょっとオーバーしてると思いませんか。オーバー、このイエスがただ良き教師であった、これだけ世界中で祝われているクリスマス、ちょっとオーバーですね。アメリカでも1月13日でしたっけ、キング牧師の誕生日、お休みの日なんですね、アメリカのホリデーです。でも1ヶ月前からキング牧師の誕生日だと喜ぶ子供たち誰一人いません。ただイエス・キリストの誕生日においてはこれだけみんな騒いでいる、ちょっとオーバーしてるな。
そしてただ良き道徳教師だったのに、私たちが毎週ここに集まってイエスのことを賛美したり、毎週イエスの教えを聞いてるって、これもちょっとオーバーだと思います。もし私たちがその良き教師のために教会を作ってこんなことをやってるんであれば、マザーテレサのためにもう一つの教会建てるべきだと思います。本当にそれだけ素晴らしい人生を生きたかもしれない。ただイエス・キリストがこれだけ賛美され礼拝されているのは、聖書が語るように彼は永遠から永遠までおられる宇宙すべてを創造された神だから、私たちは毎週集まって礼拝しイエス・キリストの名を崇めています。聖書を見ると、神様などに興味など持たずに自分勝手に生きていた人々のために、そして21世紀にここに生きている私に神様は目を留めてくださって、イエス・キリストはこの世に来られた。私の代わりに、私たちの罪の代わりに十字架で死んで復活された。それを信じているから私たちは教会に集まってイエス・キリストを賛美しています。で、一般の人から見ますと、ちょっとそれすごい信仰ですね、そんなの信じられるんですかって言いますけれども、皆さん今日一緒に聖書を見ていくんですが、知ってるつもりという番組や世の中の学者たちは、聖書を用いてイエスはこう生きた、こんな人生を生きましたと言いますけれども、実際聖書を部分的に用いてるだけです。部分的に引用してるだけなんです。なので聖書は本当にイエス・キリストについて何と語ってるのかを一緒に今日見ていきたいと思います。そしてクリスマスの意味を一緒に考えていきましょう。今日の箇所なんですが、ヨハネ1章を見てみました。ヨハネ1章1節のところを見てみますか。ここで見ますと、これヨハネの福音書と言われているのは、イエスの弟子のヨハネが書いた福音書だからヨハネの福音書になっています。ヨハネはイエスの一番若い弟子でありました。そしてイエスが十字架にかかった時も一人だけ逃げずに十字架の身元まで来た弟子がヨハネです。彼が自分の教師であったイエスを紹介するのに、イエスという名前を使わずに言葉だと言ってます。言葉、一章一節を見ると、はじめに言葉があった、これ実はイエス・キリストのことを指して言っています。後で明確に出てきます。その部分が、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうに紹介しています。まずヨハネ1章1節、はじめにって聞くと皆さん思い出す箇所ありますよね。クリスチャンならば直感的に創世記1章1節を思い出します。はじめに神が天と地を創造したという箇所を思い出すと思います。それを思い出させるかのように、ヨハネはイエス・キリストを言葉として紹介しています。これ1節が何を意味しているかというと、イエス・キリストについて、はじめにおられた。皆さんにじゃクイズを出しましょう。はじめっていつのことですか。はじめ、いつですか。難しいですか。はじめ、この世が作られる前のことがはじめです。この地球もこの宇宙ができる前に、はじめに言葉があった。英語で言うと pre-existence、 前から存在した。そして2節にこう続きます。この方は初めに神と共におられた。神と共にいたことを1節でも2節でも強調して言っています。これ何を言っていますか。共存していた、神と共にいた、神と等しい方であったということを紹介しているんです今。じゃあおさらいしますよ。最初にこの方は、このイエス・キリスト、言葉という方は最初にこの世ができる前からいた。そしてその次は神と共にいたっていうのは、2回強調しているのは神と等しい方だったんですよっていうふうに言ってるんです。皆さん、今日のモルモン教やエホバの証人はここから解釈が違ってくるんですね。ヨハネ1章1節で、私もモルモン教とエホバの証人って何を信じてるんだろう。よく品川の駅前でエホバの証人毎日立ってるので、彼らは何を信じてるんだろう、勉強してみたんですね。彼らはヨハネの一章一節どういうふうに解釈してるかというと、実は言葉があったって言ってるんだけども、言葉が神だとは言っていないって言ってるんですね。これ
キリスト教のプロテスタントの聖書を見ると言葉は神であったってあるけれども、彼らは言葉は天地を作った神ではなく、ただのいろんな神々の中の一人の神だというふうに彼ら見てるんです。これどういうことかというと、あのスライドを今日用意したんですが、皆さんのアウトラインではなくスライドがあります。ギリシャ語が好きな方はギリシャ語を見てください。残りの方は日本語と英語で、もともと聖書が書かれたのはギリシャ語です。オリジナルの写本で見るとギリシャ語、そのギリシャ語にこういうふうに書いてあります。それを言葉順で、文法順で私が並べました。日本語で英語で、英語とギリシャ語って文法ものすごく似てるんですね、順序が。なので英語はそれほど変わってないんですが、そのまま読むとこういう意味です。はじめにあった言葉が、こういう順です。はじめにあった言葉が、そして言葉は共にいた神と、そして神は言葉であった。だから元々のギリシャ語で見ると言葉が神であったというより、神は言葉であったというように並べられてるんですね、順序は。でもここで見るとこれギリシャ語で神っていうのはテオスっていうんですが、テオスの前に定冠詞、定冠詞って分かりますか？ Definite Article、 定冠詞、英語では The God って言いますね。 The God、 The Bible とか言ったり、A God って言うと意味が完全に変わりますよね。 The God って言うと本当の創造主なる神様、 A God って言うといろんな神々いるんだけど、その中の一人の神になります、 A God。 ここを見ると定冠詞がないんです。一節、神の前にここに、そして神は言葉であったという、その神、最後の神に定冠詞が The が抜けている。エホバの証人たちはこれ見て、皆さんこれ言葉は神じゃないです、いろんな神々の中の一人の神なんですっていうふうに彼らが象徴する、それをものすごく強調するんです。ただここで見ると私たちが言うのは、これ誰が読んでも、一節誰が読んでも、言葉は神と共にいた、そのまま神、続けて同じそのなんて言うんだろう、センテンス、同じ文章で神が2回出てくると同じ意味で使われてるってことは自然なことであります。わかりますか？なので彼らの解釈がこの文脈から見ると、エホバの証人とかモルモン教がどれだけ間違った解釈をしているのかがわかります。今日の聖書に戻って1節2節また見ていきましょう。1節2節の後に3節こう続きます。見てください。この文脈から判断してください。すべてのものはこの方によって作られた。この方っていうのは言葉です。イエス・キリストのことを指しています。言葉です。この方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないと言っています。この文脈から見ていきますと、間違いなくこの言葉は創造主、この世を作った創造主のことを指していっています。3節はどういう意味なのか。太陽、地球、月、この銀河系すべてをこの言葉という方が作られた創造主なんですという意味です。皆さんのアウトラインにも聖書箇所がいくつか出ています。コロサイ1章16節にイエス・キリストが創造なさったことをこう表現しています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。御子っていうのはイエスのことを指しています。万物は御子によあって作られた。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、見えない世界もすべて作られた。王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。この意味を考えてください。世界にある王座、天皇陛下をはじめ、イギリスのエリザベス女王、アメリカにいるオバマ大統領、すべての王座と権威はこの方によって与えられているというふうにコロサイ1章は言ってるんです。すべてこの方によらずにできたものは一つもないというふうに聖書が明確に言っています。これ間違いなく創造主の神を指しています、言葉は。そして4節にこう続きます。4節、4節見ますか。この方によって、この方に命があった。
この命は人の光であった。この方に命があったっていうのは、この人が命の源であることを指しています。 He is the source of life。 この人が命のプロバイダーなんです。与える方であると。これも引用箇所が2つあります。皆さんのアウトラインに出ています。イエス・キリストは命である。ヨハネ11章25節にイエスがこうおっしゃいました。有名な言葉です。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。第一ヨハネ5章11節では、その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が、この永遠の命が御子のうちにあるということです。イエス・キリストのうちにあるということですって言ってるんですね。他人から命を授かった方ではない、この方が命を与えられる方である。なので1節から4節を文脈的に見ていきますと、これ間違いなく言葉は創造主の神、偉大なる神のことを指していっています。多くの神々がいて一人の神ではないということが分かります。そしてヨハネが今日の箇所ヨハネ一章で言っているのは、この偉大なる神が14節で言葉が人となったっていうんです。言葉が、この偉大なる神が人となりました。人類の歴史において一番大きな事件だったと思います。この偉大なる神が人となった、私たちの合間に住まわれた。これキリスト教を信じない人にとっては一番つまずく部分だと思います。神が人間になるなんて、そんな伝説じゃない、伝説物語。まずちょっといくつか考えましょう。2000年前にイエスという人がイスラエルに生きてたっていうのを否定する学者たちは今日にはそういません、ほとんどいません。2000年前にイエス・キリストはいたというふうにそれを認めています。もしイエス・キリストが他の教祖たちのように、私が神につながる道をあなた方に示しましょうと言ったとしましょう。 I can point you to God っていうふうにイエス・キリストが言ったとしましょう。したら多分他の宗教指導者たちと一緒に座って討論することができたでしょう。私の宗教観はこうです、あなたの宗教観はどうですか。イエス・キリストがそういうふうにできたと思います。ただイエス・キリストって聖書を読みますと全く次元の違うことを言ってるんです。全く次元の違うことを言う。聖書を見るとイエスは、私を見るのであれば神を見たのですというふうに発言するんです。これ全く次元の違いです。私が考えるには神様こういう方ですねという次元ではなくて、私を見ると神を見たのですというふうに発言してるんです。これ考えられないことです。そして聖書を見ると旧約聖書の出エジプト記3章を見ますと、モーセが神の名前を聞くんですね。あなたの名前は何ですかって聞くと、神様がこう答えるんです。私はある、私はある。不思議ですね、神様の名前、なんかエホバとかそういう名前が出てくるのかと思ったら、私はある、 I am って答えたんです。イエス・キリストが新約聖書でヨハネ8章を見ますと、人々に向かって、私の名は、私はあるって答えるんですよ。自分の名をイエス・キリストが、私はある、 I am というふうに紹介しているんです。これユダヤ人たちにとっては神の冒涜だと言って石打ちにしようとしたんですね。イエスを殺そうとしたんです。彼ら意味を分かってたんです。神の名前を自分の名前だと言っているイエスは、これ次元の違うことを言ってるんです彼ら。まず続けて考えてみてください。イエスは人々の病気を癒しながら、あなたを罪を許しますって言ったんです。あなたを罪を許します。これどういう意味か分かりますか皆さん。イエスがただ優しい病気を癒す方では、それ以上のことを意味しています。ちょっと考えてください。今本当に仲のいいデヨンさんとジェヨンさん、本当に仲がいいですよ本当に。ただ2人が喧嘩をして殴り合ったとしましょう。特にそのデヨンさんがジェヨンさんを殴ったとしましょう。そんなこと絶対ないと思います。だからこの例を使うんです。デヨンさんがジェヨンさんを殴った。で、殴った後に、私がジェヨンさんに言って、私がデヨンさんに言って、あなたを許します。
って言うと、デヨンさんははですよ。何それ、私を許せる人は被害者のジェヨンさんだけなんですよということになります。意味わかりますか。この2人が喧嘩してこっちはこっちをぶん殴った、私が許してもどうしようもない、これあなたを許しますってどういう意味ですか。それはあなたが今犯した罪が私に対する罪だったんですよということを意味しています。でイエス・キリストは人々にあなたを許しますって言ったんです。これ次元の違うことです。全く本当に創造主神だったのか、思い込みの激しい狂った人なのか、どちらか一つです。聖書を見るとそこで終わらないんです。多くの人々の証言によると、イエス・キリストは魚2匹とパン5つで5000人以上の人々を食べさせた。そして弟子たちの前で嵐を鎮め水の上を歩かれた。弟子たちびっくり仰天したんです。なんだこれは、ゴーストか幽霊かと思いました。風も海もこの人に従うとは、この人は一体誰なんだと言ったそうです、弟子たちが。で現代の人がこういう話を聞きますと、これ全部伝説じゃないの、これ作り話でしょっていうふうになってしまいます。ただ皆さん考えてください。もしこの14節がですよ、この世を全て作られた方が人間となってこの世に来られた、もしこれ14節が本当ならば、不思議なのは一つもありません。言ってる通りです。イエス・キリストが言ってる通りです。あなたの罪を許します、本当です。本当に言ってることなんです。この方が自然界の自然の理法、この全てのナチュラルオーダーを作られた方なのであれば、それに制限されない唯一なる方です。それに制限されない、その方が水の上を歩いた、嵐を沈めた、当たり前のことかもしれません。自然理法に制限されない方だから。もし神が全てをデザインして、全ての原理と仕組みを知り尽くしているのであれば、病気を癒し水の上を歩き死人をよみがえらせるというのはごく自然の当たり前のことかもしれません。理屈的に考えると、聖書を見て理屈的に考えると、イエスは本当に神であったか、それか化け物です。本当にこんなこと奇跡をできるっていう人は本当に神か、それか化け物、どちらか一つです。その間にある、その知ってるつもりで紹介してた本当にイエス・キリストは心の温かい優しい教師だったんですねってなってしまうと、確かにそうだったかもしれない。ただ大きな部分を、その本質を見れていないことになります。神であった、このヨハネの一章を見ても、神だと、偉大なる神だというふうにイエスを紹介しています。伝統的なキリスト教の立場は、聖書を見てこう言います。イエスは 100% 神で 100% 人間であった。でこれたまに、いや 50% じゃなかったの、 50% ずつじゃなかったのって言う人たちいますけれど、伝統的に教会は 100% って言ったんですよ。全てが可能な方であった。しかしそれと同時に 100% 人間だったので、お腹が空いて食事をとることもあった。そして昼寝をするほど、まあ疲れを覚えたこともあった。 100% 人間であった。ただ人々を見た時に人の心を見抜くことができた。同時に 100% 神 100% 人間だったということです。でこのイエスの姿を間近で見た弟子ヨハネが14節続けてみるとこんなことを言っています。私たちは、多分弟子たちのことを指してるんですよね、私たちはこの方の栄光を見たっていうんです。栄光を見た、父の身も心身元から来られた一人の子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。皆さん考えてください。彼はイエスと3年間共に生活をした弟子です。3年間一緒に生活したら全てを見ますよね、朝から晩まで。その後に言うのがイエスの栄光を見たっていうんです。栄光、すごい褒め言葉ですよね。自分の教師3年間一緒に共同生活した後に、私は多分絶対そういうこと言われないと思います。1日住んだら栄光なんてないってすぐ言われるかもしれない。ただイエス・キリストを完璧な方として見てるんです。恵みと誠っていうのは、人を憎むことない愛せる優しい心のある方、
そして誠っていうのは偽りのない方、3年間 見守っていたけれども一度も偽りを見ることはなかった。優しい、しかし同時に正義を唱える方であった。皆さん考えてください。21世紀この宗教アレルギーのある日本で誰かが私が神ですっていうふうに主張したとしましょう。皆さんそういう人見たことありますか？日本で私が神ですっていう、実はいましたね。その過去に結構いました。オウム真理教の朝原祥子さんも私は神の羊なんですというふうに発言したんです。自分は聖書を引用して私は神の羊です。統一教会の韓国のムン・ソンミョンも自分が再臨のイエスだと主張しました。私神です、再臨のイエスなんです。そして最近刑務所から釈放された喜びの家族の輪と呼ばれる、団体のリーダー福永宝元さん、皆さん気をつけてください。結構 YouTube とか Facebook で活発的になってるらしいんですが、福永宝元さんも私は再臨のイエスで救い主なんです。刑務所に20年ぐらいいた人です。で、世界を見渡すと救い主100人ぐらいいるんだそうです。自分で自称してる救い主、東アジアに非常に多いそうですよ。ああ、私は再臨のイエスですという人たち、信じますか？皆さん信じますか？こういうことを言うと、自分が神だと言うと、イエスと何が違うのか。イエス2000年前にイスラエルに来て自分は神だというふうに名乗った彼、何が違うのか考えてください。皆さん、時代背景、文化の背景も全く違います。イエスが来た時代、イスラエルというのは一神教を信じる文化だったんです。日本みたいに八百万の神、この八万の神を信じる文化ではなかったんですね。彼らが信じているのは唯一この世の中全てを作る万物を作られた唯一の神様、その文化にイエス・キリストという人が来て私がその神なんですって言ったんですよ。これ信じる人当時誰もいません。しかし驚くべきことは彼らが信じるようになったということ、その当時の人々がユダヤ人たちが彼をイエス・キリストを信じるようになった。ヨハネが私たちは彼の栄光を見た、完璧さを見た、パーフェクションを彼の中から見出すことができたっていうんです。権威ある言葉を語られる、しかし同時に子供たちには手を差し伸べられる、その優しい方、情熱と愛に満ちておられる、しかしそれと同時に野望はない方、人に嫌われても悪を悪で返さない、その完璧な方、彼の栄光を見たっていうんです。皆さん、他人を騙せるかもしれません。私が神ですって言って他人を、テレビの前の人を騙せるのかもしれません。ただ家族を騙すっていうのはこれは相当難しいことですね。一緒に育った家族が私が神ですって言った時に本当にあなた神ですねっていう信じるの、これはちょっと難しいことである。ただイエス・キリストの場合は自分のお母さんと自分の弟たちを見るとイエスを神だと主張しているんです。新約聖書で見るとイエスの弟である、あとヤコブが教会の長老になって自分の実のお兄さんイエスのことを主、神だというふうに告白しているんですね。自分が一緒に育った兄貴が本当に神、完璧だということを生活から見ることができたんです。皆さん結論に入りましょう。このイエス・キリスト、神であるイエス・キリストがこの地上に人間として来られた、その来られる700年前に旧約聖書のイザヤ書7章14節でこういうふうにイエスが来られることを予言していました。その男の子は処女が身ごもって、マリアのことを言います、処女が身ごもって男の子を産む、そしてその名はインマヌエルである。インマヌエル、それは訳せば神は私たちと共にいるという意味である。それが今日の14節で見ると成就されました。言葉が人となって、イエスが人となって私たちの間に住まわれた。そして今日の箇所は出てきませんが、ヨハネ1章17節で見るとこれがイエス・キリストだという名前がそこで登場します。
この言葉がイエス・キリストです。この神である言葉が人となったことは何を意味するのか、意味することはいっぱいあるかもしれません。ただ今日一つだけ絞って、一つだけ意味を言って結論つけたいと思います。今日の箇所は不思議なことに皆さんも思ったと思いますが、一節から初めにイエスがあったではなく言葉があった、言葉を用いてヨハネがイエスを紹介しています。でこれ言葉はギリシャ語で見ると、一節ギリシャ語で見るとロゴスという単語を使います。ロゴス、ロゴス皆さんよく聞きますよね、教会のコンテクストでは。ロゴス、言葉というギリシャ語の単語なんですが、ユダヤ人たちにも親しみのある単語です。あ、神は言葉を持って世を創造した、そして神様は永遠に私の言葉ロゴスは永遠に残る。なのでユダヤ人たちにも非常に聞きやすい、その慣れている言葉であります、親しみのある言葉。しかしこれギリシャ人たちにとっては、当時のギリシャ人たちには非常に興味深い単語なんですね。ロゴスっていうのは、この言葉はギリシャ人、ギリシャ哲学においては論理そして理屈を指している単語です。皆さん英語の単語でロジックという単語があります。ロゴスから英語の単語ロジック、論理とか理屈という単語が来てます。ロジック、これどういう意味かというと、ギリシャの哲学でロゴスというものは世界の物事を理解する最も重要な原理だったそうです。重要な原理、プリンシプル。これちょっと皆さん難しいコンセプトかなと思うんですが、簡単に説明しましょう。江戸時代、江戸時代結構昔ですね、江戸時代の人が今日ここに来たとしましょう。江戸時代の人が、そして私たちがかき氷を作る氷かき器ありますよね。自動にピンって押すと氷が削られてビーンって出てくるやつ。江戸時代から来た人にそれを渡したとしましょう。すぐ使えると思いますか？どうですか？多分これは何のための機械なのかを、多分操るのをちょっと戸惑うでしょう彼は。どういうことかというと、彼はこの機械の原理を今探しているわけです。この機械のロゴスを探しているんです。これは一体何の、どういうものなのか。でギリシャ人たちにとっては、この人生においてロゴスを見つけるってなると、人生はなぜ存在するのかな、私たちは存在目的は一体何なのか、何のために生きているのか、これを見つけるにはロゴスを知る必要があるというように考えていたんです。ロゴス、それほど大事なコンセプトだったんです彼らにとっては。私たちはこの機械が何のために、存在目的何なのか、私たちの人生は一体何なのかをロゴスを通して見つけることができた。でヨハネがこのヨハネの一生を通してギリシャ人たちに何を語っているかというと、あなた方が今まで探し求めてきた人生の目的、あなた方の存在目的、それは思想ではなくコンセプトではなく、偉大なる神が人間となったイエス・キリスト、彼が本当にあなた方が探していたロゴスであるということをこのヨハネ一章で言ってるんです。これ今理解できなかった人は後でこれビデオを見てください。もう一度多分2回ぐらい聞くと理解できるかもしれません。あなた方が今まで探し求めていたそのロゴスがイエス・キリストなんですよ。すべて生きる理由を見つけることができます、この方を通してっていうんです。この方によってこの世は作られた、あなたもこの方によって作られた。あなたがこの方なしに人生を理解しようとするとそれは無理なことである。イエス・キリストを見つけると、あなた方はロゴスを通して人生を見つけることができます。意味を見つけることができます。 Life makes absolutely no sense without Jesus Christ。 イエスなしには人生は語ることはできませんっていうふうに言ってるんです。そしてグッドニュースは14節で、このロゴスが人となって私たちに来られた。人間が神を探し求めていったとは言ってません。神ご自身が下って来られるんです、私たちに。人生の目的、人生の意味、人生の答えである方が私たちに来られた。目に見えない方が見える方へと、
私たちの手が届くことのなかった方が私たちの間に来られた。そして12節で来られた理由はこうだと言ってます。12節、それは私たちがイエス・キリストを知り神の子となるためである。イエス・キリストを信じ救われ神の子供とされる特権をお与えになるために来られたっていうんです。人生を未だになぜ生きているのか理由を分からず、もし生きていられる方がいるんであれば、このイエス・キリストをぜひ信じてください。自分の人生が何のためのものなのかを見つけることができるでしょう。もし皆さんの中にもうイエス・キリストは信じてますよという方は、もう一度彼がロゴスである、私の人生のロゴスであるというのはどういう意味なのかを考えてください。私が生きている究極的な本当に理由であるのか、イエス・キリストは、もう一度考えてください。神であられるイエスに私たちの人生を委ね従いたいと思います。一言お祈りいたします。